はい、皆さんこんにちは、柳下と申します。本日は鎌倉殿の13人の新解釈人物史北条泰時編をお届けいたします。金剛のことですね。金剛のことなんですけども、大人バージョンに、今回から、坂口健太郎さんバージョンになりますので、第23話からなるということで、このタイミングで一本動画をアップさせていただきます。この新解釈人物史という動画は、その歴史的な側面に関しては最小限に説明をしながら、様々なインタビューであるとかですね、シナリオブック、ガイドブック等を完全に読み込んだ上で、こういう人物として捉えるとドラマより楽しめますよという解説動画となっております。ですので、他の YouTuber さんであるとか、様々な歴史サイトとかで北条泰時こういう人間ですよっていうものを細かく理解されている方でも、何かしら新しい発見をですね、皆さんにお届けできると思いますので、もしよろしければ最後までご視聴いただければと思います。じゃあ早速お話入っていければと思うんですけれども、まず歴史言っても、割かし新キャラでございますのと、あと私の動画だけご視聴いただいているって方もいらっしゃると思いますので、軽めにだけですね、歴史的な解説を、させていただきます。北条泰時というのは、北条泰時という名前が歴史的にはよく伝わってきておりますけれども、今鎌倉殿の13人第22話23話付近では金剛と呼ばれている人物ですね。北条泰時の長男でございますけれども、でこの金剛は今後一回北条頼時という名前に変わります。で北条頼時で数話やりまして、その後北条頼時から北条泰時に改めて名前を変えるという形なので、金剛、頼時、泰時全部同じ人物です。テストじゃないので、覚える必要はないですけれども、同じ人物なのねって片隅に入れておくとよろしいかと思います。でよく歴史上の人物図鑑みたいなところとかでも説明されているものとしては、鎌倉幕府第3代執権。執権というのは、将軍がまだ幼い時にその代理で、政治判断をする人間のことを執権と言います。初代執権は北条時政、今の主人公北条泰時のお父さんですね。で、2代執権が主人公の北条泰時、そして3代執権がこの北条泰時という形となります。で、今後鎌倉殿の13人の中では、北条鎌倉幕府 VS 比企家であるとか、あとは和田家であるとか、そういったですね、内輪もめバトルが繰り広げられていくんですけれども、そういったところなどでは活躍いたしまして、で、鎌倉殿の13人のほぼ最終回ゾーンで描かれるであろう承久の乱においてはですね、総大将を務めたという形で、非常にですね、義時の長男であると同時に義時家の信頼非常に厚いですね、有能な人間として、言い伝えられております。で、北条泰時の死後には御成敗式目を制定したことなどで、この辺に関しても歴史的には有名な人物であるという感じでございます。もちろんその他かなり細かくですね、言い伝えられている人物では、記録が残っている人物ではあるんですけれども、鎌倉殿の13人においてはあくまでも主人公の息子という立場でございますので、今回歴史解説に関してはこの辺で留めさせていただくと同時に、これぐらいで留めておけば、他の YouTuber さんの北条泰時動画絶対楽しめると思いますね。ので、細かい歴史に関しては他の方にバトンタッチさせていただきまして、私としてはより細かい方に踏み込んでいきたいと思います。それでは話進めてまいりましょう。まずこの北条泰時という、この動画の中で泰時で統一しますね。北条泰時という人物なんですけれども、まず皆さんに意識してほしいのは、父の背中を見て育っているという点について意識をしていただきたいと思うんですけれども、ちょっとここに直接関係ないんですけれども、私ですね、私もともと映画メディアに編集長やったりとか、映画の様々な連載持っていたりとかっていうのを6年、7年やっていた人間なので、坂口健太郎さんに関してもいろいろとこう、研究って言ったらあれだけども、いろいろとこう調べて、作品も様々見てきた、人間なんですけれども、坂口健太郎さんの言葉は間違いないんですよ。もうガチ有能な人だと思っていて、それこそ様々な映画のプロモーションのインタビューであるとか、その取材の文章とかを読んだりしても、もうなんて言うんだろうな、誠実さだけじゃなくて、なんていうかもう、この人マジで頭いいなっていうのがわかるんですよ。言ってる言葉というか、なんて言うんだろうな、すげえまとまってんので、実際今回の鎌倉殿の13人のガイドブック、もし何かお持ちの方読んでいただければと思うんですけれども、NHK 出版、東京ニュース通信社、産経新聞から出ているものね、どれでもいいんで読んでいただければと思うんですけれども、他の方々のインタビューもすごい熱くて面白いんですけれども、大泉洋さんとか人から出ていて面白いんですけれども、坂口健太郎さんのところ読むと、この人マジで頭が良くて誠実なんだっていうのがすぐわかるんですよ。で、それがこの北条泰時という人物をどうやって自分の演技としてアプローチしているかっていう、その言葉にも表れていて、
この北条泰時のアプローチとして、まず北条義時を研究したということを言っています。これは要は小栗旬さんの演技を研究したというふうに言っています。もちろん泰時というのは自分一人の人間ではあるけれども、まあ、冷静に考えれば、まあ、ドラマではあるけれども北条義時の血がつながっている泰時なわけじゃないですか。っていう風になった時に、そのなんていうの、言動とかじゃなくて、なんか自然とした段階似てる所作であるとか、歩き方であるとか、表情の作り方であるとか、それこそ演出監督から言われない細かいレベル感でなんか似ているところがあったら面白いんじゃないかってことで、その所作などをちょこっと寄せて似せるために様々な研究をされたようなんですよ。ガチ有能じゃないですか。で、事前研究、事前予習はもちろんするんだけども、その意識を刷り込んだ中において、事前に作り込んだものをカメラの前で演技するのではなくて、それを元に、現場でよりそれをこう寄せていったりとか、似てる部分は似てる。で、当たり前ですけど、皆さんもそうだと思うんですけど、皆さんの親と似ている部分もあれば、オリジナルな部分もあると思いますので、まあ、そこのこう、取捨判断っていうのを所作であるとか、表情であるとかにこう、入れていくっていうことなので、すげえって思うんですよね。だから父の背中を見て育つって当たり前のことだけれども、まあ、演技とその DNA レベルを演技で表現するために坂口健太郎さんは研究を固めているという形ですね。で、まあ、この北条泰時という人物は、まあ、歴史上はかなり誠実な宰相と、まあ、なるというふうに、これ、まあ、坂口健太郎さんも言及されていることですけれども、まあ、後に、まあ、誠実な宰相となるんだけれども、まあ、まだ今回23話は、まあ、十何歳であるという形でございますので、まあ、まだまだ若いですよと。っていうふうになったときに、やっぱり北条泰時ってどういう人物って史実研究をしたりとか、それこそ歴史詳しい方とかの、が皆さんの頭の中で造形している人物像っていうのは、もちろんその、様々な功績を成し得た人物として造形してるじゃないですか。でも、鎌倉殿の13人、当然22話、20、あ、23話、4話、5話、6話、30話ぐらいまでっていうのは、まだまだ全然若いわけじゃないですか。っていうふうになったときに、未成熟で若い部分、言うならば補わなきゃいけない課題であるとかほころびも持っている人物として意識して演技をしているということなので、やっぱりすげえってこう感じでございますね。はい。で、その非常に誠実な人間であるっていうのは、まあ、非常にやっぱり意識されているようでございまして、まあ、頼朝が今後、まあ、第20細かく言わないですけど、まあ、25話6話ぐらいでですね、こう死の危機に瀕して、まあ、その後亡くなってしまうんですけれども、その死因に関して御家人たちが多分和田義盛と畠山重忠なのかな、なんで亡くなっちゃったんだろうねっていう話をこうしている中において、その会話を聞いたこの泰時が自分の父親である義時のもとに、ああいうことを皆さん言っていると言っていますけど、私はこうだと思いますっていうのを、まるで頼朝の名誉を守るかのごとく誠実な意見を義時に対して言うらしいんですね。だからそれっていうのは、その頼朝の名誉を守るであるとか、死んだ人を悪く言わないであるとか、そういったその誠実さっていうのを見せているんじゃないかなっていうところでありますよね。頼朝の尊厳を守りたいと。まあ、当然この頼時っていう名前の頼っていうのは、頼朝の頼でありますし、あと今回のこのドラマの中でどの程度描かれるかわかんないんですけども、北条泰時の烏帽子親は頼朝でございますので、まあ、省略されちゃうかもしれないですけどね、細かいシーンに関しては、まあ、その頼でもありますので、名前を守りたいということ、イコール頼朝の尊厳を守りたいということで、なんか馬から落ちて死んじゃったらしいだっせみたいな感じのことを言っていたら、なんであんなこと言うんですかね、私はこうこうこうでこういう形で亡くなってしまったんじゃないかと思うんですけどっていうのを、まあ、冷静に言うっていう形で人柄を示しているというエピソードなので、その辺も実際にドラマで描かれることになったらぜひ皆さん注目してみましょうという感じでございます。って形で、まあ父親に寄せた上で父親以上に誠実な側面というか、ちょっと優しい側面、よく言えば優しい、悪く言えば甘いだと思うんですけれども、まあ義時よりはそういう側面のあるこの泰時なんですけれども、なんかどうやらですね、女性に関しては父親譲りの不器用さのようでございまして、まあ、祭り事では父よりもソフトな一面っていうのがありますけれども、一方で女性には鈍感すぎるということで、なんだっけな、もうキャスト発表されましたけれども、まだ、ちっちゃい子として出てますけど、三浦義村の、子供の初、まあ、この初と結婚することになるんですね。これもし公式で明かされてますので、まあ、言っちゃいますけれども、なんですけどその初に、なんだっけな、つまらないって言われた、面白くないか、面白くない、あなたは面白くないって言われるシーンが29話かなかなんかであるみたいなんですけれども、まあ、それってなんかこう、義時のその鈍感さ、むっつり感っていうのをですね、なんか受け継いちゃってんのかなっていうところなので、まあ、そこはその父親の悪いところ受け継いじゃいましたね、みたいなことを坂口健太郎さんもインタビューでおっしゃっておりますね。はい。で、
ここのところをなんか我々に意識させようとすることをインタビューで坂口健太郎さんがおっしゃってるのがよりやっぱこの人すげえなって思うところで、まあ、私結構常日頃からこの様々な解説の中では言っていたので、なんか正しいことを言っていたんだなっていう風になったんですげえ嬉しいんですけれども、鎌倉殿ってやっぱり毎回のように誰かが死んだりとかこうおどろおどろしい展開があったりとかで、言うならば刺激の強いシーンっていうのが結構毎回どこかしらに用意されてるじゃないですか。なんですけれども、確かにそれは歴史の一側面として絵巻として非常に重要なシーンだし、それらを見る醍醐味っていうのはドラマとしてあるけれども、些細な出来事とか他愛のない会話っていうのも非常に重要ですよっていうことを坂口健太郎さんはおっしゃっております。やっぱりその、まあ、我々自身もそうじゃないですか。それこそ例えばビジネスマンですごい偉い人とかは、これをやりました、あれをやりました、あれをやりました、あれをやりましたっていう功績は確かに目立つ刺激的なものかもしれないけれども、まあ、それらの人を作り上げる人物造形っていうのはそれらが示しているものではなくて、やっぱり今までの生い立ちであるとか、まあ、それこそ子供の頃どれだけこう幸せにとか楽しチャレンジングにとかこう育ったであるとか、まあ、今のプライベートがどれだけ充実しているかとか、それこそ仕事をちゃんとやるために普段体を動かしたりしてるかとか、そのバックグラウンドの部分ですよね。バックグラウンドの部分ってその功績を作る上で非常に重要なわけじゃないですか。っていう風になった時に、その積み重ねが人柄を築き上げるってことを坂口健太郎さんおっしゃっているので、ドラマの見どころっていうもの自体が、だからこの北条泰時を見る時に関しても、北条泰時がこう義時と共に歴史の様々な出来事ので対応していくところ、確かに見どころ、確かに見どころだけれども、同時にそうじゃない部分も超見どころだから、もう1ミリももう1分も1秒も逃さないで、細かいところも集中して見てねっていうことでございますので、その通りってこう思いましたね。それがドラマの醍醐味なんですよね。だからなんかもう私の YouTube にはそういう方コメントしなくなりましたけれども、それこそ鎌倉殿の13人が始まった初期の頃なんていうのは、私の動画のコメントじゃないのに、私の動画に鎌倉殿の13人でここが歴史に即してないとか、なんかそういった感じの、俺はもっと歴史詳しいぜみたいな感じのコメントとかが一時期湧いていたりしたんですよね。今来なくなりましたけれども、もう飽きちゃったんだろうね、だと思うんですけれども、なんかそうじゃないっていうことなんですよ。だからそういった何気ない会話によって、人物のそのパーソナリティとか性格の部分までドラマっていうのが映像と演技と様々なものによって炙り出すことができるので、だから今まで我々歴史詳しかろうが詳しくなかろうが、詳しい人だったらよりそれをこう奥深いものとして理解できたりとか、まあ、自分の思っていたのと違うけれども、こういう考えもあるのでっていう、まあ、学びになりますし、詳しくなければそういう人物なんだっていうイメージを湧くところから歴史に入っていけば、その後で歴史研究して違うイメージになったとしても、入り口として興味が湧くっていう意味で意義があるわけでございますので、やっぱりですね、その人物造形ってところね、こう深掘りしていくっていうのは絶対的にやっぱりドラマを楽しむ上で正しい見方だと思いますので、この新解釈人物史だから、やっぱちょっと私もね、ほぼ全キャラ頑張ってやっていきたいなっていうふうに、こうなんか改めて坂口健太郎さんの言葉を、見まして、拝読しましてですね、思いました。はい。で、二代将軍の源頼家に対してと、あと、義時の弟、なので泰時からちょっとおじにあたるんですけど、北条時房について、この二人に対する態度をお話しして終わりとできればと思うんですけれども、まず二代将軍頼家に対して、まあ、万寿ですね、万寿に対しては、比較的まっすぐにですね、この北条泰時というのは意見を伝えてしまいます。まあ後の鎌倉殿でありますので、なんか直接意見をなんつうの、これってどうなんすかみたいな感じで言うのは一見失礼にも感じるんですけれども、まあ冷静に考えればほら、義時もね、頼朝に対してそういう部分ありますので、そこはなんか父親譲りなんでしょうね。でしかも、でもこれいいのが、その不信感、なんでそんなことするんですか、そんなどうなんっていう感じで言うんじゃなくて、その鎌倉殿としての名誉を守ってほしい、源頼家という人間の尊厳を守ってほしいから、だったらこういう振る舞いをしてほしいですっていうふうに言うので、ちゃんと人のことを考えた上でまっすぐ意見を伝えるのがこの北条泰時であると。人柄の人間です。だからもう誠実って言葉がやっぱり似合うんだなって思いますよね。でこの北条泰時は先ほどお話しした通り、金剛の後名前を一回頼時に変えて、その後泰時に変わるんですけれども、頼時から泰時に変えろって言ったのは源頼家なんですよ。で源頼家が名前を変えろっていう風に、まあ多分頼朝の頼が入っているので、父をこう自分を超えたいって払拭したいっていうと意味とかも多分あるんでしょうね。で変えろって言われるんですけど、まあそれに関しては正直複雑な気持ち、やっぱり自分の烏帽子親は源頼朝だしってところ含めて、まあ、複雑な気持ちを持っていたというふうにも、おっしゃってますね。
で最後に、北条時貫、北条時房、瀬戸康史さん演じる人間ですけれども、叔父との比較でこれが対比になっているということなんで、なるほどって思いました。まあ、今後ですね、二代将軍源頼家になると、北条時房、時貫とこの泰時と両方とも頼朝、頼家の側近になるんですけれども、比較的この北条時貫、北条時房に関しては、この頼家が何かを言った時に、その意見が確実に正しくない意見だったとしても、いやそれどうなんですかっていう泰時とは別で、うん、なるほど、そういう考えもありますねっていう風に比較的寄り添うアプローチを取るようなんですね。でそれって別にヘイコラするっていう意味じゃなくて、寄り添った上でちょっと後で軌道修正をするであるとか、何気ない会話の中からこう改めてもらうとか、多分そういうアプローチを取るって意味だと思うんですよね。でこれっていうのは、あの今後この北条時房、時貫の、人物史も作りますけれども、これ瀬戸康史さん側のインタビューを読むとすげえ腑に落ちるところがあって、要はこの泰時っていう人物は一応義時の血をガチでガチで継いでるってところがありますので、比較的こう意見を言うっていうのは義時譲りなんですよね。なんですけれども、この時房のこう寄り添ってあんまりこう意見を言わないのどっから来てるかっていうと、お父さんの時政から来てるんですよ。あのだから弟だからね、主人公義時の弟なので、泰時はただの叔父ですけれども、なのでお父さんはその北条時政で主人公と同じなわけですよ。で時政って結構ちょっとこの鎌倉殿の中ではこうふわっとした人物ですので、そこがこのままなんか血がついちゃってるって感じです。逆に言うと義時はそれを継がなかったのは、まあこのドラマで明かされてない母親譲りなのかなとか思ったりする部分はありますけれども、まあ、あの時房さんに関してはそれを継いでいるってことなので、まあ、そこのこの違いというか対比というか、そこのところが非常にこう面白いなというふうに思いましたという感じですので、まあ、北条泰時に関しては、まあ、かなり誠実な人間でありまして、だから時に誠実じゃない感情的な側面とかも見えるけれども、意見を言う時も相手のことを必ず思った上で意見をしているという、もう人間の塊。私もね、たまに仕事とかでね、なんか自分自身がノーって思うから、それどうなんすかねって思う時とか言っちゃってたこととかも、この今までのね、社会人キャリアの中であるけれども、いやー、見習うところがありますね。なんか義時を見習おうと思わ、義時嫌いじゃないけれども、もちろん。見習おうとは思わないんだけども、なんかこの泰時に関してはなんかこの、まあやっぱだからね、坂口健太郎さんが言うのを、なんか他の人物ももしかしたらもうちょっと細かく深掘りしてね、意識されてるところ俳優さんあると思うんですけども、短いインタビューの中でこの坂口健太郎さんに関してはその意図を全てこのように、記してくださっておりましたので、素晴らしい。だからまあこの23話から多分最終回まで登場でしょうね。ずっと多分もうほぼ準主役で今後出てくる坂口健太郎さん演じる泰時兼頼時兼金剛でございますので、ぜひ注目してご覧になってみてはいかがでしょうかという感じで、本日の動画は終了となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。